こんにちは。Hello。どうした？日本語大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。全然喋れますか？今ちょっと警備強化しておりまして、はい、どちらに行かれます？今六本木通りに向かってます。六本木通りに向かってる。はい、そうですか。観光地がもう住まわれてますか？こちらの。まあ、今あ東京で遊んで。遊んでる。インペリアルパラで少し時間過ごして今少しあれでか。パスポートかなんか在留カードみたいなのお持ちですか？あ、持ってるけどもう見せる。見せてください。なんで見せなきゃいけない？何も。一応、はい、外国の方なんで、はい、ちょっとどこの国の方なのかなっていうことで。あ、聞けば言いますよ。うん。で、一応その身分の分かるものをちょっと確認させて。あ、今のところ見せる義務ないと思いますよ。私何も。なんで見せなきゃいけない？逆に私、なんと言ったら違法行為とか違反行為。あ、違法行為とか違反行為とかないんだけど、はいはい、あのここは、はいはい、日本のちょうど中心。知ってる知ってますよ。シカゴに住んでますよ。うん、中心のところなんで。知ってますよ。この国会議事というところとか、あと腰のいるな建物、知ってますよ。あなたたちこの場所警備として、はいはい、守ってる、分かってます。分かってる。だからよく分かってます、はいはい、私1ヶ月に3回4回ぐらいここに通りますけど、はいはいはい、私何回も止めていろんな質問されるんだけども、はい、私今のところは申し訳ないですが、うん、丁寧に聞かれて僕も丁寧にお返事させていただきます、はいはい、なるほど。今のところは僕のお名前言うんだけども僕にも言いますよ。ただ身分証の一応とかは見せる今のところ義務ないでしょう。うん、とそうすると、はいはい、どこの誰さんかっていうのがちょっと分からないんで、うん、あ、まあそれはしょうがないでしょう、うん、あとはほら日本に、はい、ちゃんと在留のね期限があるのかなっていうのも、あ、まあそれもその確認ができないと。できないとどうなるんですか、うん、私たちもそうするとじゃあ確認しなきゃっていう話になってしまうんで、はい、でも法律を従ってやれば在留カードを今のところ見せる義務ないでしょう。日本国憲法、例えばですね、第13条ご存知だと思うんだけど、日本国憲法第13条ご存知ですか？ね、日本国憲法とかそういうんじゃなくて、今ね、一応お話聞いてるのが外国の方なんで、はいはい、身分証とかをね、大体皆さんお持ちなので、それで、はいはいはい、のちょっと確認だけ、その日にちがちゃんと、ね、いつまで期限がありますよっていう、ただその確認だけです。別にあなたがね怪しい人とかね、そういうお話じゃない。ただその確認。ごめんなさい、もう今のところ見せる義務ないと思いますよ。身分証が一応提示するのはお断りさせていただきます。申し訳ないです。僕もここを取って六本木通りの方に向かってます。もしよかったら一緒に。六本木通りの六本木住んでます。六本木でもこっちアメリカと違うのすぐそうは。すぐそうは。そうそうそう、よかったら一緒に行こうって先生問題ない。荷物を見たい見せますよ。荷物は見せてくれるんですか？あ、もちろん見せます。それでなんで、お名前のわかるものは見せてくれる。もうちょっと待って、お名前言う、国も言う、身分証の一応だけ持ち分けないですわ。もう一回、うん、もう一回言いますよ。僕も自分の身分証も一応今のところ、うん、提示する義務はないと思います、うん、それだけ。もしお名前国に荷物を見せますよ、問題ない。お名前教えてください。ラブラドルと申します。ラウラさん。ラブラドル。ラブラドルさん。ラブラドル、犬の種類と同じ。ラブラドルさん、はい、分かりました。それだけちょっと申し訳ないです。国はどっち？キューバ。キューバ。キューバから来ました。よろしくお願いします。あなたの在留資格っていうのは何なんですか？ごめんなさい、もう言う義務ないと思います。そこまでおっしゃって、今もし警察署でいらっしゃるですよね。そうです。じゃあだからある程度質問による。わかりました。じゃあもうそれはじゃあ聞かなくて結構です、はいはい、別にあなたがおっしゃりたくないということであれば。おっしゃられたくないじゃなくて、先ほど、僕、まずは外国人か、日本人かまだ知らないでしょう。私は外国人、日本人、どし知らないでしょ。それはじゃあさっき聞いたじゃないですか。そう、ね、外国の方ですかっていうお話を聞いた。そうそう、聞いた。でも知らないでしょ。知らないから、だから言います。憲法第10条ご存知ですか？日本国民たる要件は法律でこれを定める、書いてあるんですね。じゃあ、あなたはじゃあ日本国民なんですか？私、国民でいらっしゃる。じゃあ荷物見せてもらえたら。あ、見せますよ、先生。名前をいろいろ。危ないもの持ってないかね、助けてください。あ、先生、問題ない。この上のところでじゃあね、確認。どこへ？あ、ここ、うん、
ここへ ね、 な、はい、先生、私は先生怒ってないですよ。ただ僕のところも考えてください。なぜかというと、僕1ヶ月この辺に3回4回取り通る人間だから、何回も止めて質問される。なるほど。だからあなたたちこのところ守ってる、分かってますよ。あ、よく分かってるんですね。もちろんもちろん。住まいもすぐに住んでます。じゃあちょっと、もう一回本とか、あとカメラ、質問として、はい、ここの携帯電話にこのシールを貼ってるじゃないですか。極意主義。これはなんか大主義、日本大主義よ。そういう団体とか抗議なんだけ活動とか関係がありません。カメラはなんか撮影するんですか。あ、今頭持ってますよ、カメラ。あともう一個、今浅草撮影しました。三社祭り。浅草、あ、お祭りね。金土日、今日から浅草の三社祭り。こんないっぱいカメラみたいなの入ってるんですね。そうそうそう。今浅草で、なんだっけ。浅草のこれ。今浅草から。浅草で買ったやつ。これ日の丸。浅草買ったやつ。買った。でも今日のこれ3週間前ぐらい買った。もう日本大好きよ。ウェルカムトゥ浅草。浅草さん。いらっしゃいませ。外国人いる？これおみこちの本。神道。いる？なかなかないでしょ？こういう本。相模のみこし、これ荷物入れて歩き回る外国人、難しいね、ない、なかなかでしょ。私も悪いことしてないのは見てわかるんですけど、ただ私たちもその悪いことがない人の一応まで見ても扇風機で、あとポケット、何でも何でも、好き好きにしてください。すいません。あ、これもありますよ、どうぞ。これはこれは何だっけ、顔、何だっけ、あ、カード機、電車、電車、まあ、あと、え、もちろん、もちろん、あの、ここ名前ある、見せないお名前やなくて、いろいろあるから、あのね、見せない、見せない、見せない、見たところで、もう見た、見た、見た、さ、今の話は、こういうなってるから、僕、身分証明書を提示しない、なんで、それ、なんでこれ、権利を推奨して、何が悪いんですか。それさ、その別にね、私、あなたに嫌がらせしようとか、そういうことじゃないの。あ、でも何回もやられてるから、もう嫌。嫌なのも分かるんだけど、ただ、ね、何回もやられてる。それは申し訳ないけど、私たちも一応そういう法律で、ね、決められてるから、一応ね。のえなえちょっと法律あるから、もう僕も法律従ってやってるから。だけど、それだけは見せられないっていうのは、ちょっとやっぱり、の邪魔になるので、ここは身分証明書あるから、だからそれを、これ見せるけど。これくらいのクリート顔、まあ名前フルネームあるけど、運転免許証はじゃあ持ってますか。もう同じことになるんですよ。いやいや、そうじゃない、これなんだか、マイナンバー、違う、要は運転免許証か、それマイナンバーカードとかね、そういうものを持ってますよ。で、その表側見せなくていいんで、裏側が本当にあるのかどうかっていう、うん、あれ、あ、ちょっと待ってね、別にその名前、あなたの名前を見ようというつもりは、まあ、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、その裏側がこれぐらい色が、これはマイナンバー、あ、そうこれだけ、あるのが分かるから、ありますよ。あとこれありもありますよ、ちょうど遠いところからじゃなくて、要はね、はいはい、公的機関がね、発行するこういうものを持ってれば、あなたの在留期限が間違いなくあるよっていう証明になるから、だから別にあなたの名前は見なくていいです。最初から言われればいい。私ね、もう職務質問本当にもう何回もやれてるから、もう、なんと言ったら、僕周りさん嫌いやないよ、本当正直に言えば日本すごく大好きよ。ただ僕のことも考えてください。何回もやられると、あのね別にごめんね、はっきり言って、はい、お兄さんが、すいません、お兄さんが外国の方とかね、そういうふうに、見られてるからとか、そういうことじゃなくて、はい、やっぱこういう、そのね、多分その、この旭日のやつを、ありますよ、ここよく聞かれてると、はい、そういう、ね、なる団体じゃないかって言って、あります、かけられちゃう。だから、あれは道路じゃないの。何回もやられてるよ、だからもし可能であれば、別のところにシールを貼り付けてもらうか、それかもうこの葬儀屋から見せる、いや、それか携帯電話をもうカバンの中に入れておいてもらう。やらない、僕逆に、見せます、大葬儀屋から、ごめんなさい。もともとね、アマテラスの御神を現れるデザインで
始まったんですよ。ああ、今時代の流れで今いろいろなってるんだけれども、それは大変残念だと思います。僕その考えではなくて、僕神様現れるもので、古くよりね、その晴れを意味するし、あと縁起物でございます。それもご存知でいらっしゃる。だからこれなんかお守りような形で持ってますよ。大好きだから隠すれはもう意味がない。だから申し訳ないです。じゃあ、まあ、またそこで、あの、はい、置いているのはいいんだけど、またそういうことで誰かがまた同じ、まあ、同じことになります。聞くことになるけど、それであなたが、ね、面倒じゃなかったら、またちょっとご協力してください。協力は僕、リミットあります。うん、僕、申し訳ないです。もう何回もやられてるから、ここは、ここは曲言い過ぎ、六本木で別の意味で、またもう一回曲、職務質問を受けたり、だからもう、こういうおまわりさん素晴らしいお話、素晴らしい、立派な、素晴らしい。私も、お兄さんは悪い人じゃないというのは全然わかるんです、うん、あ、 れ、 あ、 れ、ありがとうございます。わかるんですけど、はい、ただまたそういうのを知らない人が、ね、いっぱいいるよ。あなたが声かけて、あなたもほらその時に嫌な思いしちゃうからっていう。いや、もう、このままで進みます。いや、こっちあとちょっとやり回りますけど、全然それは OK です。いや、本当に素晴らしいやと思います。ありがとうございます。すいません、いろいろちょっとお失敗おかけしてすいません。はい、とんでもないです。今ご覧の通り、おまわりさん止めて直務質問されて大変だった。結構立派なおまわりさん、すごく丁寧に。頑張ってね、忙しくなりそうです、うん、僕のこと待ってたかな。待ってたでしょ。待ってた、待ってないよ。でもそこの場でちょっと待ってたと思ってた。なんで分かった、なんで分かる、来たでしょ、無線。を追いかけてます、周りさん。大丈夫よ、ご心配しないでください。六本木通りに向かってます、うん、もう先ほど取り囲んだよ、コミュニケーション。僕も取り囲んだのを知らないでしょ。知らなかった、ごめん。いや、なんで知らないよ、コミュニケーションが悪いからでしょ。だからそれ直さなければいけない。お前この辺で大変ね。お疲れ様でした。日の丸この辺で危ない、危ない。日の丸この辺でさ出すと大変です。よー